でですね、まあ、ここのメールでもですね、招き猫さん超能力説が、まあ、持ち上がってるんですが、勝手に持ち上げないでよ。先生は実はの超能力者なんじゃないかということで、そうだ、私の体験談2回ほどお話ししていいですか。やだよ。以前ですね、蜂蜜の瓶の蓋が開かなくて僕困ってたことがあって、どんな力入れても開かないんですよ、でどうしようかなって言ったら、先生開けてくださいよって先生に開けてもらったんですよ。そしたら、やっぱり先生もどんな力入れてもやっぱり硬くて開かないんですよ、蜂蜜が。で先生がおもむろに、しょうがねえな、超能力使うか、カチッってすぐに開けちゃったってこと。超能力って言った？あれは何だったんですか？ご自分で言ってましたよ。要するに僕がどんな力入れても開かなかったその瓶の蓋が、超能力、いやしょうがねえな、超能力使うかってパチッと最初だから先生が人間の力でグーってやってもやっぱり、あ、ほんと硬いわね、開かないわねみたいなことやってて、あれはね、あれはねちょっと違うと思うよ、超能力とは。 あのね、種明かし、なんか思い出したよ、なんか。何ですか？あれはね、モード切り替えをして、例えばさ、なんかこう変なものを封じ込めたとかあるじゃん、結界を張っちゃって、悪いものを封じ込めて、で本当はさ、そこに封じ込めるんじゃなくて、例えば、あとなんか体の内側からなんかこう、悪い気が出てきちゃう人っているのね、もともとそういう気質を持ってる人なのよ、そういう人っていうのは、例えばそれを表現して絵で表すとか、音楽で表すとか、映画にするとか、なんかそういう小説を書くとかね、そういう風に発散すれば済むことなんだけど、大体の人が、たまに犯罪に走る人もいるけど、大体の人が済んじゃうことなの、それをなんかこう悪い気が起こるからっつって、なんかこう疲れてるんじゃないかとか言ってさ、霊能力者のとこに行って封じ込められちゃう人がいるのよ、中に。なんか知んないけどね、そういう人がなんかやっぱり封じ込められると自分の中でさ、発散できないからたまりたまってくわけよ、オロみたいのがどんどん、そんで、なんかあの病気になっちゃったりとかするの、でそれをさ、また疲れたんだと思って、こうなんつうの、霊能者ジプシーみたいな感じでさ、行っちゃうので、どうしたらいいんだって相談にした時があったのね、で私その時はそんなに大人じゃなくて、高校生、中学生か高校生ぐらいの頃だったんだけど、あ、中にいるんだと思って、なんか知んないんだけど、自分にはそれを払う力があると思って、その人に手を当てて、本能的に分かってたわけですね。なんか分かって、それで手を当てて、でこう開けと思ったら、バッて開いて、でそれがブワーって出てきたのよ。それを蜂蜜の瓶に応用したわけですね。そうあそこできるものなんですね。できるね、なんか、だから超能力じゃないと思うよ。まあ、それは超能力だと思いますよ。え、なんかわかんないけど、科学で多分それ説明できないと思います。あとなんかね、なんか塚みたいなとこあるじゃん、ああいうところってやっぱりそういうの封じ込めてて気持ち悪くなってるところがあるの、そういうところは出してあげると結構さ、拡散してスッキリする場合があるのよね。なるほどね、そういうところはね、なんかね、出して。すごいですね、それで。その開けつながりでもう一個の方があるんですけど。何あのですね、まだあの今も蒲田に移転しちゃいましたけど、昔新宿にうちの事務所があった時に、先生がまあ仕事で来てて、でゴミを捨てに行こうって言って、ゴミを捨てに行ったことがあったんですよ、一緒に。そしたらゴミ捨て場が、あのタッチパネルの、あのなんだ、あの暗証番号を入れないと開かないゴミ捨て場だったんですよ。あ、そうだね。それが、番号を押しても全然開かないんですよ。で僕はあの、度忘れしちゃったと思って、あれ、その番号を度忘れしちゃったって、心当たりの番号をあれこれ入れてみてもどうしても開かないんですよ、そしたら先生が横から、ちょっと貸せとか言って、ピッ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 ってパッと開けちゃったんですよ。だってほら急いでたじゃん。だから急いでったのは分かりますけど、そんな私教えた覚えないのになぜ知ってるのかというか、だからその時なぜ分かったのかという。それはだから指に聞けばいいんじゃん。先生が自分の指に聞いたわけですね。そうだと思う。番号を押せって自分の指に言うと、ピッピッピッって。でその後でゴミを捨て終わって、出かけることになって、郵便受けを見てたら、郵便受けの中に、要するに、下のゴミ捨て場の暗証番号が変わりましたっていう紙が入ってたんですよ。だから僕が分かんなかったのは、その時僕が度忘れだと思ったら、そうじゃなくて、要するに変わってたから分かんなかったんですね。ね、自分が度忘れしたのか変わっ
ってたのを知らなかったのか、だから心当たりの番号を入れてみても、だからあれ違ったっけとか、ほらゴミ結構僕あまりゴミまめに捨てる人じゃなかったんで、まあいいじゃん急いでたんだからさだからその郵便受けにある紙を先生が多分こっそり見てたとかそうでもない限り、超能力なわけですよ、見てたわけではないわけですもんね多分、うん、わかんないけど、だからあれなんかは超能力じゃないかと、いや急いでたからほらとっさにね、うん、そういうこともあるじゃん、うん、ほら火事場のバカ力ってやつじゃないの、うん、うん、勘がさえてただけじゃない、いや勘4桁とあとアルファベット2つだから6桁ですよ、うん、6桁の暗証番号を勘とかそういうあれじゃないと思う、ね、そうだねロト当たんないもんね全然私今ふうとき話聞いてて思い出したんだけど、うん、私先生も実は子供の頃に、いやいやいや子供の頃ではあるけどもさ、普通に歩いてたのよ、はい、そしたらさなんかあっと思った瞬間に、なんかあっと思ってなんかしんないけど目つぶっちゃったの、はい、そしたらなんか、うん、何メートルも移動して前方に、うん、ガシャンと音がして振り向いたら、うん、どっかからマンションのどっかから落ちてきたっぽい植木鉢が割れて粉々になってたの、うん、あ、それ瞬間移動ですね、わかんないけど、テレポーテーションですね、でもなんかしんないけどとっさにハッと来てハッと思って、うん、はいはいはい、目つぶっちゃって次にあれと思って、うん、すぐ我に返って目を開けたのとそのガシャンと音がしたのがほぼ同時で、振り返ったら後ろに植木鉢が落っこってたってことが、何メートルぐらいですか、多分、まあ、子供の頃だから結構移動したように思えたけども、うん、まあ今思えば2メートルとかそんなもんじゃないのかな、瞬間移動したわけですね、わかんない、うん、で次はですね、うん、ゆかいさんですね、ほうゆかいさんお久しぶりです、招き猫さんみたいな人もいるんだからそれ超能力はあるし超能力者はいると思いますって、なんで私なの、超能力者であること前提ですよ、ね、なんで私何した